4月19日の語呂に合わせた飼育の日イベントが砥部町上原町の県立砥部動物園で行われました。家族連れなどおよそ25人が普段は入れない獣舎などを見学し、至近距離で動物たちとの触れ合いを楽しみました。参加者は餌置き場となっているキリン舎の2階から餌やりに挑戦しました。間近で枝葉をもぐもぐと食べるキリンの姿に、かわいい、大きいなどと大きな歓声を上げていました。トラ舎では一人一人が先端に鶏肉を取り付けた棒を柵越しに差し出し、勢いよく肉に食らいつくトラの迫力ある姿に見入っていました。園で飼育しているすべての動物の3日分の餌を保管している調理棟や、保護動物などを収容している動物病院の見学も行われました。いつもこう眺めてるんですけど、下からあんなにこう上目線で見れて、すごく接近して餌やったんで、口のこの噛み具合とか、本当目元のまつげの長い、すごい愛らしいイケメンのキリンさんが見れたなとかいう感じで、すごく近くで見れたことを感動してます。